KBSK 等紙放送センターは、大韓民国系軌道とインチョン広域市を放送対象地域とする韓国放送公社の地域放送局、本社直轄の番組制作拠点、KBS 水原センターに設置された。KBS では、従前、インチョン広域市、軽軌道エリアについては、多道、広域市と異なり、本社直轄で対応してきた。 しかし、首都ソウル特別市の肥大化により、インチョン広域市、軽軌道の情報を十分にフォローすることが、年々難しくなっていった。そこでこの問題を解決するため、KBS が一大番組制作拠点として、水原に設けた、KBS 水原センター内に、地域放送局に相当する機関を設け、ここが、ソウル以外の首都圏を担当することで問題に対処しようとしたものである。 ただし、設置場所が本社直轄施設であることと、前日の通り本社の機能の一部を担うという点で、他の地域放送局とは性格をやや合にすることから、放送局ではなく、放送センターという名称になっている。このため、経費都市センターで制作するテレビの地域ニュースも、平日と一部土曜のみ差し替えていて、当初、KBS ニュース7と KBS ニュース9の二つにとどまっていた。 2013年4月22日から午前の KBS ニュース広場 KBS ニュース930についても地域枠差し替えを開始。なおいずれもタイトルの前にが入るほか直近の内容が本社ウェブサイトの全国ニュース動画ページで9 3 7、9として公開されている。広域市の二川ではなく水原に設けられたのは水原に 景気同調が置かれているという事情もある。2012年12月31日午前4時に本社エリアともども全国のしんがりとなる形で終了。これで韓国のテレビのデジタル化を完了した。ありがとうございます。